皆さん、はじめまして、まゆこと申します。今日から魔女と勇者の縛り実況プレイをしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今回パート0となっております。こちらの動画は縛り内容の説明とちょっとした消化試合を流す動画となっております。興味のない方は飛ばしていただいても構いませんが、できるだけ見ていただけるとありがたいです。それでは本編の方始めていきます。よろしくお願いします。ここまでのあらすじ。昔々あるところにメデューサという悪者に脅かされていた村があった。困った長老は魔女と勇者に報酬と引き換えに討伐を要請します。なんやかんやあって2人はメデューサのいる城にたどり着きます。レベルは両者とも30、装備も薬草も準備万端。さあ戦いの始まり、ゴングが鳴る。先生攻撃が勇者突っ込んだと、内村航平もびっくりな完璧な着地。審査員も魔女も思わず10点。と思いきやこれは勇者の頭に流れる全くの夢だった。メデューサの死体切りを見た魔女、炎を放つがこれも効果なし。魔女はメデューサに石にされてしまいます。メデューサの魔法によりレベルは吸い取られ、ついに完敗。なすすべなく魔女と勇者は倒されてしまいます。おお勇者よ、死んでしまうとは情けない。レベル1になってしまった勇者、始まりの草原で視界に入ってきたのは魔物に攻撃されている石となってしまった相棒の魔女。メデューサを倒せばきっと魔女も喜んでくれるはず。そう思いついた勇者と石になった魔女の新たな冒険が今始まる。はい、ということで1分間でわかるあらす実況っていうなんか変な動画を見ていただいた後ですが、ゲーム画面を背景にしつつ今回の動画シリーズの縛り内容について説明をさせていただきます。まず皆様、マウスのスクロールをしていただいて、上にスクロールしていただいてサブタイトルをご覧いただきたいと思います。まあ編集で入れるんですけど、最後の一撃はあなたにです。その言葉通り、ステージごとに出てくる中ボスを倒す最後の一撃は必ず魔女の魔法攻撃でなければ次のステージへ進むことができない。これが今シリーズの趣旨となります。ただこの縛りが一部適用されないステージがあります。これから背景で流すステージ1からステージ3、そしてネタバレになりますがファイナルステージ、これは、勇者のみで戦いを挑まなければならないというステージになっております。これから流すのはステージ1からステージ3になりますが、こちらは大魔女のところで一時的に魔法を解禁してもらうという作業をするために勇者が頑張っていくというシーンです。まあ別にカットでもいいんじゃないとかね、そう思われる方いらっしゃると思うんですが、実はもう一つ縛りがあるんですね。でもう一つの縛りはゲームオーバー3回ごとに1ステージ前に戻り再度クリアし直さなければならないというものです。どういうことかと言いますと、例えば魔法が使えるようになりステージ4までたどり着きます。ステージ4で苦戦して2回死にました。そしてステージ5で1回死んでしまい合計3回になった時点で最後に、殺された、またはそのステージのミッション失敗した時のステージの1個前に戻る。まあさっきの説明で言えばステージ4に戻ってもう1回魔法を使ってクリアし直さなければならないということです。でこのゲームオーバーの回数はこうどんどん溜まっていくんですよ。ステージ前にリセットされるわけではなく、ゲームを通して実況を通してカウントされていくので、まあいくらステージ1だろうがステージ2だろうが倒されちゃったらそれは1ってカウントされるわけですね。なのでその縛りを、まあ、ちゃんと不正をしてないかっていうのを確認するための消化試合が今回の動画という風になってます。ただね、レベル上げをするにしてももちろん動画を残さなければならないので、まあ圧迫されるのは私の心と容量ぐらいなんですが、まあそんな感じでやっていきたいと思います。ステージ1終わるまで長々と説明を挟んでしまいましたが、このような形式撮るのはですね今回のみですので、ご安心ください。
で次回からねより一層ね私のあのこのただでさえねただただしい喋りと滑舌の悪さがね露呈していくと思うんですが、ああもう自分もう自分ね元からねちょっと心配なんですね。不安でしかありません。ということでですね、せっかくステージ2に入りましたので、ステータスバーの説明をしていきたいと思います。ちょっとマウスさん何してますか。あ、そいつに剣を持たす。はい、どうぞ。体力、魔力、これはレベルアップにより上がります。例えば今レベル4です。体力が36、これが例えばレベル20になると結構高くなります。140とかになったかな、ちょっとすみません、うろ覚えなんですけど。で、魔力は魔女の MP です、いわゆる。で、ソード、シールド、ブーツとありますが、これはまあ装備のレベルだと考えていただいて構いません。例えば今ソードのレベルが3ですので、そうですね、何の剣ぐらいになってるんだろう。まあ多少剣のレベルが上がったって考えればいいですね。例えば紙の剣から石の剣にぐらい変わったぐらい、まあそれぐらいですね。で、ファイヤー、台風とありますね。この2つは魔女が使う魔法の種類です。台風というのは範囲攻撃でこう周りにぐるぐるぐるって台風、竜巻みたいなのを起こして攻撃する。で、もう一つファイヤーもまあ見るからに分かる通り、まあ魔法でファイヤーをボボボボボって出すって感じですかね。で、その左側にあるなんか王冠みたいなマークはまあ後々説明します。多分このパートでもそのフレーズ出てきますから、また多分説明するんじゃないかなと思います。はい、という感じで、まあ結構ね単調な動画になっちゃうと思うんですよ。公式サイトでも書かれてるんですけども、こう8ビットテイストのアクションゲーム、誰でも簡単にプレイができる。まあその分ねどうしてもやり込み要素がね薄くなっちゃうんですよ。なので今回はただ実況するだけでは面白くないから、せっかくならちょっとひねって実況しようっていう風に考えたというわけです。はい、でまああれ何々話したかちょっと忘れちゃったんですけど、まあとりあえず頑張ります。トークも実況持ってたらかぶるな。トークも、プレイも全部頑張ります。ちなみに私真横はですね、ゲームが飛び抜けてうまいわけではありません。強いてできるのはどのゲームジャンルかって言われたら音ゲーって答える人間なので、音ゲーと、まあ、リズムゲー、まあ、同じことになっちゃうかな、になるかなっていうか、まあ、音ゲーも言うてうまいわけじゃないんでなんとも言えないんですけど。で、やばい喋らなきゃで声もねこう可愛いわけじゃないじゃないですか。どういう求めるのって話かもしれないんですけど、あのそんなにねこういい声してるわけじゃない、ハスキーでもない、変な声でもないでもないし、まあそんなにね飛び抜けていい声をしてるわけでもないし、喋りは飛び抜けてないわけでもないけど、これからちょっとずつ頑張っていこうと思います。まあ、別に有名になりたいとかよりも前にちょっと昔からやってみたいって考えてたのが生声実況なんで、正直夢を果たせられてちょっと嬉しいって思ってます。なので最後のパート、まあ多分パート6ぐらい、長くても6パートぐらいになると思うので、最後まで、粘って頑張っていきたいと思います。継続は力なりっていうぐらいですから、まあ継続していきたいと思います。ということでステージ3をクリアしました。でこれで、魔法の一時的な解禁が行われます。それでは大魔女のところへ行きましょう。魔女の森にたどり着き大魔女を訪ねます。大魔女は魔女を一目見て呪文を唱えました。すると見る見るうちに元通り、めでたしめでたし、あー元に戻った、嬉しい。っていうか魔女って髪の毛オレンジだったんだ。っていうか大魔女若くないですか。赤ずきんちゃんみたいでめちゃくちゃ可愛いんですけど、あ終わり、あよかった、この実況もワンパートで終わりか。ということで、なわけもないよねかと思いきや、すぐに死に逆戻り。大魔女の力でも完全には治せません。やはりメデューサを倒すしかなさそう。
死体蹴りのメデューサを倒すのか。大魔女にメデューサに効く聖剣の場所とちょっとだけ石から戻す方法を教わります。私この最初聖剣がね、聖剣好きの方だと思って、なんだろう肉弾戦じゃねえかってすっげえ思ってました。どうでもいいですね。こうして二人は聖剣を求めて東へ向かうのでした。魔女重そうだな、石重いとかね、女性に打っちゃダメですよ。ダメですけど、石だから許される。聞いてないでしょ。だから重そうだよね。うん、怒られますね。ということで、今回はこんな感じで、ちょっとねごめんなさい、つまらない感じになっちゃって、次回からねちょっとした小話入れながらね、ゲームの解説とかもしていけたらいいなと思います。それではありがとうございました。